はい。Hey. こんにちは。長田薫です。えー、っと、今回はですね、前にあのちょっと、えー、まあ、小型のですね、えー、ビデオカメラをお見せしたことがあるんですけども、それに似たようなというか、それの際にパラアップしたもの、そんなものをね、手に入れたんでお見せしたいと思います。こちらです。えー、マジックボックス。 っていうやつですね。あの、ミニ DV カメラ、え、かっこ匠みブランドとなってますが、マジックボックスってやつです。前にその、俺が小型カメラのやつをやったのを見てたのかわからないですけど、ちょっと提供していただきまして。で、結構お高いんですよね、これね。1万8000円ぐらいします。 前にその動画でお見せしたやつっていうのはあの車のキー型のカメラだったんですけどそれがですねたい4000円ぐらいなんでなかなか4倍4倍以上するっていうところですねまあそっちはもう本当に完全、まあ、4000円だからなのか何かわかんないですけど結構チープでですね使い方もちょっとだこれ合ってんのっていう感じのものだったんですけどもちょっとこれは、ね、しっかり日本語で書かれてたりもするところもありますしえ期待していこうかなと思いますはい えっと、先に、あの、主なスペックの方だけ言っていきたいと思いますけども、基本的にあの動画はフル HD のものが撮れると。で、視野角が55度。で、この中にメモリーカードを入れて、メモリーカード、SD カードかな入れて撮っていくっていうのと、あと夜間とか、そういうところでも撮れるようにってことで、赤外線のライトがついていますと。 えっと、暗くなると自動的につくという感じになってます。前のお見せしたものはちゃんと自分でモードをそういうものに切り替えないとできないものでした。で、えー、っと、前のものっていうのは完全にバッテリー駆動だったんですけど、こいつももちろんバッテリー駆動、バッテリー駆動なんだけども、一応 AC につなげたまんま、えだったり、あとは充電器、モバイルの充電器とつなげたまんま、えー、っと、 使うこともできるというふうになっていますね。そこら辺はなんかしっかりしてる感じがします。あともちろん PC とかそういうもののウェブカメラという形で使うこともできるという感じですね。なかなかあの前のものに比べるとスペック的にはかなりいいものになっている印象です。じゃあ早速開けていきたいと思います。よいしょ。あ、もう少ないな。こんだけか。こんだけですね。 えーと、下の方に、これが説明書ですね。説明書と、これが、充電用の USB ケーブルが入っています。そして、これがカメラですね。あ、こんなちっちゃいんだよ、だから。こんなちっちゃいんですよ。<laughs> よいしょ。はいはいはい。こんな感じです。 名詞よりもライターぐらいですね。ジッポ、ジッポライターぐらいの感じのサイズになってますね。で、ここに、あ、ここにカメラがあるんだ。これ真ん中にここカメラがあって、ここの左右にニコニコあるのが赤外線ライトと。はい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 。一応なんか、あ、フィルムが貼ってたんだ。ピリピリピリっと剥がしておね。 なんかちょっと見にくいですけど、こういうカメラとあの赤外線ライトが入ってると。で、裏ですね。裏の方に、えー、充電用の USB 端子。そして SD カードスロットがあると。こっちもフィルムが貼ってあるのか。ピリピリピリっと。ね。こんな感じですね。はい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 。そして、こっち側にスイッチ。 はいはいはい。もうすごくシンプル構成だな。このスイッチは、どういう感じなんですか一番こっち側、一番こっち側か。こっち。こっちがレンズなんで、レンズ側になってると電源オフ。で、真ん中、これ3スライドになってて、真ん中にすると録音。えー、一番後ろが録画と。 録音だけっていうのができるんだね。はい、はい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 。えっと、もともとこういうカメラっていうのが、なんか探偵さんが使ったりすることもあるらしいんですけど、あと、その、最近さ、結構そのハラスメント的なことが多いじゃない。あの、なんかもうパワーハラセクハラとか。なんかその証拠撮影とか証拠録画、証拠録音っていうのに結構こう使われる、重宝されるっていうことらしいんですよ。 はい。で、あと、もう一個ね、ちょっと面白い使い方だなっていうふうに思ったのが、あの、俺がこの前にそのキー型のカメラをお見せした時に、結構やってる人たちが、これを、あの、ヘルメットとかにつけて、ね、そのバイクとか、まあ、ライダーの人たちですよね、バイクとか、そういうものに、これをつけて、レコーダーとして、ドライブレコーダーとして使ってますっていう人もいました。 最近だとまあアクションカメラとかもあるんですけど、どうしてもなんかアクションカメラ結構、それでもこ、こう、これぐらいの大きさだから目立つでしょ。だからそういう人たちにあんまり目立たせたくなくって、もうちゃんとそのヘルメットとか、その全体のバイクのデザインとかにあんまり干渉しないようにってことで、これぐらいちっちゃいカメラがでフル HD で撮れるんだったらっていう風にして使ってる人も結構いるみたいです。もちろんあの車だったら充電しながらとかもできるはずなんで、 なかなかそういう使い方もいいんじゃないかなと思います。夜間のドライブとかね。例えばなんか深夜さ、なんかどっか動物とかさ、鳥とかを見に行くっていう時でもさ、杉外線でさ、撮れるわけでしょそれはまあ、いいよね、きっとね。うん。まああの、今ちょっとこういうスイッチをいじってたらなんか赤くなったんですけど。<laughs> だけどスイッチオフのまんまなんだよな。これはどういうことなのかな。ちょっとわからないですけども、使ってみたいと、 思います。ってことで、えっと、さっきちょっと撮ってきました。っていうので、ちょっとご覧ください。はい。えっと、まずは、ちょっと昼間撮ってきてみました。あの、会社の近くで撮ったんだけども、でね、割と、なんだろう、ちゃんと明るさの調整もされたりとか、まあ、要はその逆 露光とかになってね、その明るさの調整をしっかり露光の感じをしてくれたりとかっていうのもあるなっていうところで、あと色とかも割と出てるなって思いました。うん。あと解像度もあのフル HD っていうことなんで別に悪くはないかなっていうところです。ね、こうやって近くの方も割と取れるし。 ただ、やっぱりこう、今見ててわかると思うんですけど、もしかしたら酔っちゃってる人もいるかもしれないんだけども、結構こう、ブレるなっていうか、手ブレがやっぱり激しくなりますね。カメラがちっちゃい分、その、手の震えというか、手の揺れに結構敏感になりますね。歩いてみるとよく分かって、この、やっぱりその、歩くたんびに、こう、ブルンブルンってこう、揺れるという感じになりますね。うーん。 続いて夜です。夜ちょっとこう近所の方をね歩きながら撮ったりしてみました。えっ、ー、と夜間だと赤外線撮、赤外線ライトが自動的に出ますよっていうことだったんでちょっとやってみました。なんかあれだよね普通に撮るのと,と撮りつつ近くの方にライトが当たるっていう感じなのかなって思いますね。 ね、普通にあの遠くの方っていうのは普通にと撮れてるただまあもちろんその明るいレンズとかを使ってない反面あの暗,い暗く感じになると思うんですけどで、えっと、近くになるとそのライト赤外線のライトが届いて、えー、見えるっていう感じなのかなっていうふうに思います数メートル前から見えだすのかな。 で、どんな感じなのかなと思って、ちょっと木とかを取ってみました。もしかしたら、なんかその、虫取りとかの、今お子さんと行かれる人が結構いるのかわからないですけど、そうやったりすると取れるのかもしれないですね。ほら、あの、結構こう、近くによると取れるんだよね。うん。だから、近接1メートルぐらいが取れるのかなっていう感じですね。うん。ほら、結構こう鮮明に細かいところまで取れてるんで、 ほら、こうやって、なんかこう、クワガタとかそういうの撮る人たちとか <laughs>。まあ、いちいちこう見つけて暗くしてそれを撮るみたいなのはあるのかなっていうのはあるけど、そういう撮り方もありなのかなっていうふうに思いましたね。はい。ということで、どうだったでしょうか。あのね、割と、やっぱり暗闇というか、本当に真っ暗なところでも、こう、ね、あの木とか普通に映ってて、うお、映るんだ、みたいな。 感じをこう実際にこう暗闇での撮影をしたのがまあほぼ初みたいな感じなんで普通のスマートフォンとかでやっぱり少なからずこう明かりがないと全然映んなかったりするんですけど撮れるんだっていうちょっと驚きつつ まあ面白さもありつつ。まああの、先に言ったように、あの、使われ方の多い感じとしてはそういうハラスメント的なものの対策っていうことももちろんあるし、まああの、そのライダーの人とかチャリダーの人たちが、まあ自分たちのヘルメットとかにつけてドライブレコーダーとして使ってるっていうえ使い方ももちろんあると思うんですけど、最近だとなんかこう、肝試しとか、 そういうことでも、まあ普通の一般人で使えるのかなっていうふうに思いました。こう自分たちをこうやって自撮りしながら、あの、肝試しとか行って、まああんまりその不法侵入とかをね、助長しちゃうかもしれないんで、あんまり言えないんですけど、ちゃんとね、そのキャンプ場とか行って、まあちょっとこう暗い、こう神社の方を歩いていくとか、かやっぱ公共のところですよ。ちゃんとその不法侵入とかしないでね。そういうところでの場合こうやってやると、まあ結構思い出の動画が撮れるのかなっていうところですね。 ていうこ,とでこんなちっちゃいからね手のひらがこれだからだいぶちっちゃいうんでやっぱりこのスイッチ式なんで今どのモードかっていうのがこう手探りでもわかるから暗いところでも大丈夫ですねあとその自動であの赤外線ライトが出るとかそういうところも結構あの使い勝手としてはいちいちこういろいろやらなくていいっていうところではいいのかなっていうふうに思いました 割とあの普段からの動画も綺麗に撮れてるんで、そんなにこう画質に関してはあの気にしなくていいかなっていうところと、一つ、あれですね、やっぱりそのブレの部分がちょっと気になるんで、まあどうしてもっていう場合はなんかスタビライザーに装着するとか、あの自撮り棒に装着するとかっていうした方がいいかなと思います。今回あの俺は完全にこうやって手で持ってこういう風にやりながらあの撮影してたんで、どうしてもその歩いてる時は、その 揺れとかがね、この顕著にここに影響してしまったかなっていうふうに思うんですけども、まああの、撮り方としてはですね、まあいろんなことができるかなと思います。あとはね、まあこういうのは、こういうのは専門でちゃんとしたものがあるんですけど、そのキャンプ場とか行った時に夜、そのなんか、えー、そうですね、そのさっき虫取りを行った時って言いましたけど、なんか仕掛けをしておいて、そこにずっとこれでカメラで当てとくっていう方法もありかなっていうふうに思いましたね。 うんそういう使い方もなんか面白いかなと思いました。はい。ということで今回、えー、匠シリーズの、えー、マジックボックスをお見せいたしました。まあちょっと値段が張るんで、なかなか手を出しにくいかもしれないですけど、まあ面白いなって思った人はどうかなと思います。ということで、また見てな。バイバイ。